します。おお。お願いします。お願いします。あっという間に火曜日や。早いね。本当に早いですね。2週に1回やったら早いね、うん、やっぱり。FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。時刻は午後5時を回りました。ギノワン市キユナギノワンヒルズ通りの高台にスタジオがある FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けいたします。おいては私東克明と、火曜日アシスタント OBP 沖縄美少女から、美少女からやばい、事故が起きたよ。本日2回目ですね、サザンブリーズ始まって、OBP 沖縄美少女プロジェクトからゆうこでお送りします。いやー、美少女としての自覚がすごいね。あーね、プロジェクト飛ばしましたね。ね。お恥ずかしい。皆さん後ろにプロジェクトつけてください。よろしくお願いします。いやー、今日はもう、うん、ね、オープニング喋りたい話題といえば、ね、あれですよね。あれしかないですよね。僕あのまあ名護ってね、はい、沖縄の北部の方に住んでるんですけど、うん、そこからこの宜野湾まで、はい、車に乗ってね来てるんですけど、うん、まあ高速乗らずに一般道下道でゆっくりゆっくりと宜野湾に向かってるんですけども、はい、名護通り出発して30分ぐらいしたところかな、うん、恩納村あたりで、うん、1台の車が僕の車の前にグーンと急に割り込んできたんですよ。うわ、なんだこれはと、はい、やんちゃだなとで思ってたら、後ろの後部座席のところがこうガラスをグラスをこうわーって開けて、うん、体をブワーって出してくる人を見て、え、誰、体を半分ぐらい出してきてなんだこいつはと思ってよく見てる、うん、まあ女性だったなと。おでよく見てたら髪の毛がもじゃもじゃだなと。おお、その2つで利点が入ったんです。おまさかの優子だった。誰がもじゃもじゃですか、テンパーです。そうね、めっちゃウケましたよね。本当にびっくりしてマジでやからだと思って変な人と思ったって。だって車前にグーンってつけてきて、体半分以上出してうわーって手出してバイバイって、そう、気づいてないんですよ多分ね。それだけで多分東さんもびっくりしちゃうから、うん、私がバイバイって言ってても気づかなくて、なんか、うん、みたいな、ちょっとみたいな顔されて、で風でね髪の毛ももうぐちゃぐちゃだから、もう左手でこんなって髪の毛の前髪全部押さえて、ゆうこゆうこってめっちゃゆうこゆうこって言って気づいてくれて、えって、あ、え今から、あ、こっち、えって本当にもうね、何あの偶然と思って、すごいかったですよね。びっくりするわ、本当にすごかった。で、あの、まあ、私がなんで名護から来てたかというと、うん、あの昨日実は友達と親友3名と、うん、まあ、お泊まりに行って、はいはいはい、3 4名か女性4名で、うん、ホテルとかに泊まりに行ってたんですよ、まあ、女子旅をしてて、うん、で昨日まあね、午後か、うん、お昼をね茶碗で食べて、まあ、夕方ぐらいにじゃあ向かうかホテルにって言って北上してる時に、うん、ちょうどあのねカデナのネーブルカデナのところらへんで、東さんがAM ギノワンに向かってるところで私すれ違ったんですよ、58で。で
あ、あずまさんってなったけど、でその時やっぱさすがに車線挟んでるので、そうね、あーってだけで対抗なのね。そう、今日サプライズでいいよと思ってたんですよ、実は昨日私見ましたよって。そしたらまさかの今日この名古屋から向かってる時にあずまさんってなって、でもずっと一緒っていう、この昨日本当に女村からだいたいね、うん、本当にあのチャタンまで、ね、チャタングラムでだいたい30分か45分ぐらいまで、うん、ずっと前と後ろとか後ろと前とかっていう、そんな状況で、うん、すごいなんかね気まずい、うん、僕からしたらもう自分からしたらは FM 昨日まで、うん、本当にずっと一緒だと思ってたんですよ、うんうん、イエーイウケると思ってたら、うん、チャタンのね途中であのガソスタに寄ったんですよ。そう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 、それであーチックショーってよかったと思ってた。なんでいやだってずっと前いて基本僕が後ろで、うん、運転してたから、うん、もうね気が抜けないと思って、うん、もう本当に鼻毛の一本も抜けねえとでもね運転してる友達も言ってました、うん、この東さんが前に来た時とか、うん、で自分たちが後ろに来た時にこう止まるじゃないですか、うん、信号とか、うんうん、やばい近すぎるなんかアホアメでそうそうそうちょっと車間距離をつけて止まるってい う絶対そうだと思ったんだよ。そう私は気にしないですよ、後部座席だから全く見えないじゃないですか、うん、前にいても分かんないから、もしかも東さんだし全然とか思ってたけど、うん、やっぱ運転してる友達とか、うん、助手席に乗ってる子はえなんかえ自分たちなんかえー、みたいな、隣に来るどうするどうするとか言ってそうそうそう、行く行けばいいですよバイバイしてとか言うけどバイバイできんみたいなそうそうそう、もうちょっとで隣に来そうだったのに、うん、隣の車線で、うん、だいぶ車間距離空けて後ろに止まってる瞬間があったの。行けばいいのに確かに、だけどいやいやなんかアホーみたいな、死にアホーだからいいよって言って、いやーもう変な通勤時間だったわ、ね、狭いですね沖縄恐ろしいわ本当に楽しかった私は、はい、今日はもうね、じゃあなので1時間以上前から、はい、一緒にいるつもりでいるそうです、いうことを2人でお送りしていきたいなと思っております、はい、今日の、というか、まあ、今週の皆さんからいただきたいメッセージテーマが、はい、旅先の話。もう今のがそうだわ、今のね、今のがもう本当にそうなんですけど本当に、うん、あんな偶然あるっていう、うんやつでございますけども、はい、皆さんもですね、またそんな旅行でも何でも、出張とかね、うん、そういうことでも結構でございます。ちょっと遠出した時に何かあったエピソード、はい、思い出などを教えてくださいませ。よろしくお願いいたしま す。メールアドレスは797@fmgino1.com 797@fmgino1.com です。 FM ギノワンでは電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。パソコンからお聞きの方は FM ギノワンのホームページからリスンラジオで再生をクリック、スマホからは無料アプリリスラジでお聞きください。サザンブリーズ火曜日、この番組はあなたの笑顔が見たいから、街の小さな不動産や株式会社徳松産業トクトクハウスの提供でお送りします。売却のご相談、お見積もり無料、依頼があれば沖縄本島内どこへでも飛んでいきます。お問い合わせは 098-851-3291 098-851-3291 までどうぞ。はい、今日もですねこの後5時56分までお送りいたしますので、はい、皆さん最後までお楽しみくださいませ。では1曲目いきましょう。奥田民生でイージューライダー。久しぶりに聞いたな。半分は乗り出してたもん、ね、じゃあその友達の車が後部座席が全部あの窓が下がらなくて半分なんですよ。手だけ出しても分かんないじゃないですか、まあ、それは分からない。もうそのためにもう立って
椅子から立ってこうぐわって、しかもね同じ車線にいるから、そうそう、隣だったらこう窓開けてバイバイできるんですけどね。でも恥ずかしいですよね、なんか周りから見たら恥ずかしいですよね、知らない人から見たらあの人めっちゃ手振ってるみたいな。いや本当にすごい、いやあそこまでして手振るのがあの優子の魅力なんだろうなと思って。じゃだってこんだけ出てこんなってても分かんないから、もう優子って分からすためには優子ってやらないといけないんで、優子優子優子ってずっとやってたから。基本的にはもう一般道から来てるんですか。そうだね、大変。でもあそこずっとほら海沿いだからさ。あ、そうですね、そんな信号もあんまないですよね、うん、そこまでかかりはしないと思う。もうずっともうそれ海を見ながら来てるから。なんかケイソー行こうとして、ほう、このチェックアウトした後にケイソーで自転車乗ろうぜみたいな、行ったけどまさかの休園日で、あ閉まってるよみたいな、じゃあどこ行く、あーもうどこもないね、子供の国行くみたいな、私が調べてはい休園日みたいな子供の国も金融休園日って、もうじゃあドライブしようって。ちゃんとみんな女友達でしたよ。あそうですよちゃんと僕はこの目で見ましたから。はいどうします、私がさ、うん、男性と2人で乗って東さーって言ってからベッてなります。ね、聞きます、聞きます、えこの来週、例えば今日がそれだったとするじゃないですか、うん、聞きます、誰ってと事前に確認ないなサザンブリーズ火曜日お送りしております。皆さん今日もメッセージありがとうございます。ありがとうございます。ご紹介していきましょう、はい、まずは機長さんね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日もブースの外にねお越しいただいてますよ。こんにちは。続いてエコザイルさん、はい、ありがとうございます。今エコザイルさんは名護で配達を終わって帰ってる途中、おお金を通過中でございますということで、お疲れ様です。お疲れ様です。そしてタイゴさん、はい、イエーイ、イエーイ、恋するかっちゃんさん、おーアズマックスゆーこりん、こんにちは、こんにちは。でそしてミッキーさん、うんね、こんにちは、東京からミッキーです。こんにちは、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、でそして、ミッキーさんが、まあ、今週のテーマ、うんね、旅先の話だけど、うんまあ、昨日送ったからね、うん、また何かあるか思い出したら送りますということで、お願いします。ありがとうございます。で、メールの方でもいただいてまして、はい、進撃のめいちゃんさん、はい、東さん&今日こそココナシかなと思ってたら酔っ払いおじさんじゃないですか。はい、酔っ払いおじさんです、ゆうこですあ、ゆうこさんお疲れ様です。お疲れ様です。今絶賛お仕事中のめいちゃんでございます、うん、で、まあテーマは昨日答えたので、お二人は最近気になってる曲、うん、アーティストいたりしますか、うん、私はいろいろいるんですが、これいつも読み方わかんないんだよ。米津玄師です。玄師さん、おお、米津玄師さんが気になってるんですよね、はい、では後ほど聞かせていただきますということです。ありがとうございます、はい、私も今まさしく米津玄師さん聞いてます。あ、そう、はい、最近から聞き出したんですけど、すごいいい曲をね歌ってるんですよ。あ、うん、俺はだからもうね、そのあたりがもう全く聞かなくようになってから、はい、あ、おじさんになってるなと思った本当にまだまだいけますって。いや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 、めっちゃ見る。いや俺もそう、俺もさっきのもう奥田民生ばっかり聞いてるわあ、そうなんですね。奥田民生とかね、本当に最近はもうなんか本当に年いってるのかなんだか知らないけど、さだまさしさんとか聞いてますよ。あ、すごいいいんです曲が。あの曲が好きです、あの有名な。どの曲？あの
関白宣言、そうです、はい、弾き語り的なやつですね、お前を嫁にのやつ、はい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 、あすごい好きあれ、いいよね、気になってるアーティストね、なかなかあれだな、最近のアーティストな、最近気になっ、うん、まあ、このアーティストが気になるっていうことではないんですけど、うん、すごくあのバンドでなんか面白い名前のバンドが増えてるなと思いました。ほうほうほう、なんかお、なんだかな、面白い T シャツ屋さんみたいな、やばい T シャツ、やばい T シャツ屋さんっていうバンドだったりだとか、うん、最近見たので、なんとかピーヒャラ、ヒゲをなんとかピーヒャラっていう、ヒゲオの前後に英語が来る、バンドがあるんですよ。オフィシャルダンディズム。あ、みたいな。オフィシャルヒゲダンディズム。はいはいはい、それだ、はいはいはい。それとか、なんかすごいいっぱいあるなと思って、なんかまた、それって時代の流れなのかなっていう。本当にね。うん、難しい。難しい、そう。私も難しいもん。読み方がもう難しい。難しい、もうなんじゃこれってなる。スプリムさん、はい、アズマックスゆうこちゃん、こんにちは。こんにちは。今日は群馬を運転中なので、リスラジで聞かせてもらいます、うん、ちなみに雪が降りそうな勢いで寒い。そう、今日めっちゃ暑いですよ。沖縄、沖縄暑い、めっちゃ暑いです。すっごい暑いっすよ。寒いんだよ。やだな、やだ、本当に寒いのは、ね、きついな。寒いのきついけど、でも夏は来てほしくない。でもあれじゃないですか、もう今週、来週から、はい、東京ですか。東京、土曜日から行きます。東京、東京行くんでしょ。はい、まあこの私がいる OBP 沖縄美少女プロジェクトが、うん、あの東京に1週間ほど行かせてもらって、ね、ライブをやらせていただくんですけど、でね、多分また週末ちょっと上がるんですよ、気温が、東京は、うん、なのでまあ大丈夫かなとは思ってるんですけど、やっぱまだ朝と夜の寒暖差がすごいらしく、うん、この夜、あ、朝か、昼日中とかが18度とかでも、うん、夜6度とかなるそうなので、なんかもうコートを持っていこうか、いや本当に悩むよ、なんか難しいなと思って。でも電車とかって暑いじゃないですか。暑い、だからそんなに外歩く、うーん、もう本当にパッて1枚羽織るのがあればいいのかなと思ってるんです。本当に俺はだから先週大阪に行ってたんだけど、はい、沖縄にいてって、もうとん、沖縄に行ったらもうありえないぐらい厚着して、うん、大阪行ったんだけど、めちゃくちゃ寒かった。あ、先週は。そうなんだ。だからヒートテック着たらいいやと思ってるんですよ。うんうんうん、なんか今自分がこれ、この服持ってこっかなってやつが、まあ、こんなシャツタイプのやつというか、うんうん、もうダボって着れるやつを持ってこうと思ってるんですけど、うん、中からこのヒートテックを着たらそんなに寒くはないのかなみたいな。多分これ、シャツ1枚だったら多分寒いなって思ってるんですけど、うん、でもなーみたいな、どうしようっていう、いや、 やっぱり特にやっぱ沖縄からっていうのがまあね、あると思うんだけど、それ内地に行ったり、それこそ旅行っていうところで行った時に服がね、うん、困る、どうしたらいいんだろうなと思ってね、向こうから沖縄来る分にはまあ脱いだらいいじゃない、うん、そうですよね、脱げばいいだけ、脱げばいいだけと、ね、沖縄から行くときって持ってたらまだ、まあ、着ればいいになりますけど、そうそうそう、これぐらいで大丈夫でしょうって持ってってめっちゃ寒かったら買わないといけないじゃないですか。そうそうそう、足りないってなる。あっちで買いたくない。もう迷ってます今だから。いや難しいよな今のところ。コートは持ってかないこうかなって思って、はい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 、もう1枚羽織れるちょっと、まあ、厚手というか、うんうんうん、パッて言うぐらいのにしようかなと思ってるんですけど。はあ、難しいね、うん、服。あ、そのね、今その今週また東京にね、はい、なんか遠征行くって聞いたんですけど、はい、なんかこの前はあのちょっと前か、ね、福岡かなんかに行かれたじゃないですか、はい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 、その時にその時の話をね、うん、あのマネージャーさんから聞いてたんですよ、はいはいはい、でそしたら、いやね、福岡ね、みんなで行ったんですよ、うん、とそしたらね、みんながね、どこ行きたいかって聞いたら、うん、行きたいところをみんな揃って言うのがセブンイレブンだったんですって。えっ、福岡来ててセブンイレブン行くのって。いや、いや、いいけど、行くのって。いや、いや、いや。もっといろいろあるのに行くのつって。いや、いや、いや。そうでしょ。って言ってたけども。沖縄の人は行きますよ。私も、だから行きましたもん。行って、行きましたか。行きました、行きました。どこ、なんかちょっと時間があって、で、なんか回ってきていいよってなった時に、うんうんうん、私とここ、じゃあセブンイレブン行っていいですかつって自分たちでこのその時にいた場所からマップで調べて、あ、徒歩5分ぐらいで歩ってつってマップ見ながらセブンイレブン行って、着いたーみたいな、ここだーって言って、
は見て見てみたいな、いろいろあるみたいな、うん、はおにぎり買ってみるみたいなやつをやりましたね。いやまた行く予定です。だからあ行くんですかね。行きます行きます。セブンイレブンは行きます。行きますか。だってなんか楽しみっていうか、やっぱ沖縄にないコンビニだし。あそうだね。私の友達とかでこの県外に、うん、就職だったりだとか、うん、学生で行った子たちが、うん、セブンの弁当とかが一番美味しいって言うんですよ。なんかセブンのね、今日聞いたんだよ、今日そう一緒に旅した子、ね、アメリカンドッグ、はあはあはあ、かながめっちゃ美味しいみたいな、はいはいはい、よく聞いて、だからあ試してみたいなっていうでこれねローソンが一番美味しいよとか言ったら分かるじゃないですか。もう、まあ、もう味が知ってるからね、うん、そう。でもセブンがみんな一番美味しいって言うから、うん、だったらなんか挑戦してみたいなみたいなせっかくだからセブンイレブンもあれば、うん、ミニストップもあるし。あー行ったことない。ミニストップないでしょ。行きたい。私あっちも行きたいんですよ。松屋ちゃって松屋行きたい。安いなじゃマジでそういうので大丈夫です。安いな。松屋でいいの。松屋行きたい。松屋なんてもういくらでも連れてもらえるよ。そんなもんもう大好きになりそう。なんていうの、吉野家とすき家はありますけど、あるけどね、他がないので松屋ないから、うん、あ行ってみたいってなるし。松屋はあれだよ、牛丼頼んだら必ずお味噌汁がついてくるんだよ。じゃあ松屋に行く。必ずお味噌汁がついてくる。あ行くわ。だってこれやっぱ東京って夢の場所というか、沖縄の人が言ったら だとしても、うん、別に松屋とかセブンイレブンは夢の場所ではない。いや一番最初の私の夢の場所行っていいですか。どこですか。東京 の、はい、あっちサイゼリア。サイゼリアね、うん、高校の時に親友2人で2人だけで食べに行ったんですけど、その時にサイゼリア入って2人でもうウッキャウッキャしてました。サイゼリア安っ安っみたいな、安い安い、うま安いみたいな感じで。安い確かに。サイゼリア大好きです。サイゼリアはいいね、うん、いい、素晴らしい、いいと思います、ね、こんななんですよ沖縄の人ってみんなこんなですよ。ね、東さんは大阪にいたのが長いので、もうなんでいっぱいあるやんってなるけど、でも、うん、僕も先週久しぶりだから沖縄から大阪に行って、はいはい、1年ぶり2年ぶりぐらいかな行って、うん、でコンビニ寄ろうと思ってセブンイレブン入ったんですよ、うん、あれ品揃えが違うと思ってやっぱそうなんだってちょっとなんか思ったね。あそっか、行きたい。行くよもちろん今回も行くからね、ミッキーさんが、はい、まあ、東京の人からしたらエンダー楽しみに行く感覚かなと。かな。ああそうだね、私あんま行かないんですよ。確かにそうかもしれない。行かない。でもそういう感じですね、うん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 、エンダー好きみたいな感じ。タイゴさんはサイゼってサイゼワロって、サイゼ各名所とか観光すればいいのにいや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 なんだ。いやいやいや、サイゼでいいんだ。サイゼで大丈夫です。いやすごい安いね。うそうだからいいんですよね、財布に優しい。いやいいと思う、いいと思います、素晴らしい、いいと思う、いいと思う。昨日もかの子とこういう話をしたんだけど、うん、はい、かの子がと喋って電車の話になって、うん、JR、うん、JR を知らないって言われて。私知ってます。知ってる。山手線。うん以上以上でしょ、J、うん、まあそうだけど、うん、JR と他にも鉄道があるのとか知ってる。わかります。ね、 あれ京浜なんとか線、おーおーおー、大和田線、はい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 、あ、ゆりかもめ。あ、ゆりかもめねお台場行くやつねゆりかもめ新幹線。あ、新幹線もそうね。モノレール、あ、メトロメトロメトロ、あ、東京メトロ、あ、地下鉄、あ、知ってるねこれ全部会社違うんですか。多分違うと思う。あ、そうなんだ。そうそうそう。じゃあね、駅がもう今、まあ、新幹線と JR も一緒だけど。なるほどなるほど、はい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 、もうね、よくわからない。まあそうね、いや東京なんか余計にだよ、本当にわからない。大阪にいる人間も東京の地下鉄とか電車はわからない、うん、あ、そうなんですか。わからない、難しい。すごいんだ。難しい。もうね、私この前に東京その友達と行った時に、うん、高校生の時でお互い初めての東京だったんですよ、うん、なのでもう電車アプリ取ってもういろいろ調べて、ディズニーランド行く時これに乗るんだあれに乗るんだとかやって、うん、でも私結構ね学習能力あるから、うん、1回見てなんとなく分かって、もうあとは駅の
なんか地図見て全部わかってました。へえ。あ、緑緑、はい、京浜横浜みたいな感じで、あ、こっちこっちこっちみたいなのやってたから、一応すぐに覚えられそうではあるけど、全く自分が多分乗らないのとかだったらわからないんだろうなと思います。日常に使うのじゃないとわからなさそう。そういうことで言ったら新幹線は乗ったことある？一回あります。ある。めっちゃ楽しみで乗ったんですよ。うんうん。でも思った以上にうるさくてびっくりした。ああ、まあそう、うるさいか。そうか、ゴーみたいになってて、うんうん、でなんか別にこの売り子のお姉さんみたいなのも来ず、うん、え、来なかったんですよ。まあ、夜だからな。短かったの距離。仙台から東京です。あ、結構行ってるね。寝てたのかな、わかんないけど来なくて、えーってなって、うん、なんやみたいな感じで、もう結局思った以上にだったからびっくりしました。うん。いやだから沖縄の人ってまあまあ本島とかだったらまだあれだけど、はい、どっかもう本島の中以外外出るってなったらもう基本的に飛行機に、そうですよね、ね、うん、乗らないといけないっていうのがあるから、うん、そう、慣れないし大変だよね。いまだにあれがわからないです。あの、うん、スイカを持ってるんですけど、うん、スイカでチャージしたら全部いけるじゃないですか。だからそれはそれでいいんですけど、あのずっと前に東京に行った時に、まあ、メンバーで行った時があって、うん、で自由時間でみんなでこのじゃ電車乗ってどっか行こうみたいな、渋谷だったかな、はいはい、行こうってなった時にみんな持ってないからなんかチケット買おうってなって、うんうんうん、で調べて何円だからこれでいいんじゃんみたいな、はいはい、290円でいいんじゃんみたいな、うん、押して乗って、そしたら出る時にみんな引っかかってなんか足りませんみたいな、お金が。あれの見方が全くわからない。え、このチケットの買い方がわからない。いやいや、え、値段書いてるんじゃないの。だから何々書いてるじゃないですか。あれって乗り換えでまた変わります？乗り換えたら、まあ別の線乗ったら、あ、乗った多分別の線とか別、要は別の鉄道とか乗ってたら変わってると思う。そうなのかな。みんな引っかかって、あれあれあれみたいなで、駅員さんにこの差額分また払ってみたいな感じだったんですよ、うん、だから本当にスイカじゃないと今私行動できない、わかんない、チケットの買い方が。あー、うん、そうか、難しいなーって。難しいよね、うん、こっちの人がしたらね、本当大変だよ。逆にこのユイレールは乗ったことある？はい、ありますよ。俺ユイレール最初乗った時がもうほんと最近なんだよ。ユイレール最近初めて乗ったのって。かわいい。え？それだけで？うそ、私小学生の時から乗ってますよ。それだけで可愛いって言われたよいや本当にだってあんま要は乗ったことなくて、はい、まあそもそも名護の人間なんで。あ、そうですね。あれ本当に那覇の人しかもう乗らないじゃないですか。確かに、か観光客かですね、しか乗らないんで、乗らない、うん、乗ったことなかったんだけど、たまたまユイレールに初めて乗ったんだけど、うん、どう、え、切符は入れないのって。あ、なるほどね昔は入れるタイプだったんですよ。あ、そうなの、うん、で2年前ぐらいからかな、タッチに変わったんですよ。で QR コードでピッてやって、うん、あれでみんなめっちゃ詰まってますよ。詰まる、めっちゃ詰まってる。いつもみんなバインってストップかかるんですよね。詰まる、観光客も絶対みんな詰まる。あれは電車が入れるじゃないですか。そう、だからチケットは入れるっていうのがみんな頭にあるから、そう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 、逆に私もなんでわざわざ QR にしたんだろうと思っちゃって、このあるじゃないですか、沖縄のこのバスとかタクシーとかパスみたいな、はいはい、パス、それがあるからなのかなと思ったんですけど、うん、ね、あの東京とかはチケットと別なので、うん、なんか効率悪くないのかなと思うんですけどね。ミッキーさんがユイレール切符の QR コードかざすやつ感動したって、うん、ちなみにオキカを記念に買いました。オキカっていうやつなんだ。そうそう、オキカですよね。わかんないもん。ガラン、これ機長さんも QR コード戸惑いましたね。え、戸惑いますよね。戸惑う。あれはわからんな。心配になっちゃう、ちょっと。もういつも以上にチケットずっと握って持ってるみたいな。ありますよね。難しいな、うん。いろいろありますね。旅先でのまあ交通あるあるみたいな。本当に旅先の交通、うん。交通あるあるですね。そんな感じでも結構ですから皆さん、はい、まね、メッセージ等々もよろしくお願いいたしますね。待ってまーす。はい。では、ここで一曲。行きましょうか、はい、進撃のめいちゃんさんからのリクエストです。ファンキーモンキーベイビーズでもう君がいない。松屋マジで行こう行ってください、行ってください。オビピメンバーみんなあれが好きです。富士そばが好きなんですよ、東京に。東京の
そばって美味しくない？だって前に去年東京行った時かな、やっぱバタバタでこうライブとライブの間しかご飯がなく食べれない、うん、でもねそんな上等のとこも行けないですし、やばい時に1回の遠征で富士そば3回行きましたもん、メンバーで。富士そばか。あれってあれ関西にもあります？いや、ない、関東ないんだけど、あれ関東だけなんだけど、まずスープが違うのよ、だし関東と関西。へぇ、富士そばのスープって結構真っ黒になるじゃん。うん、確かに濃い。関西はまた全然違うのよ、薄味なのよ。いや、関西の方がなんか濃いイメージ。醤油、多分醤油とカツオとかさ、そんな感じだと思う。あー、ベース、なるほど。そう、違うのよ。え、だからあれだよ、あの赤いキツネとかは関東と関西に違うもん。私たちのは沖縄のやつは、まあ、関西より。関西なんだ。そう。え、じゃあ買ってみます。名古屋で入れ替わってる。びっくり。名古屋までは多分確か関東のやつ、関東だし、はいはいはい、関東だし。違うんだ。そっから先はもう関西だし。え、じゃあ私たちのこの沖縄とか関西から南の方では関東だしのものあんま買えないんですかね。だってスーパーとかも1種類しかないじゃないですか。キツネ、タヌキで置いてるじゃないですか。まあまあ、だからそうそうそう。買ってみようかな。関西だから、そうカップ麺自体も味が違う。そうなんだ。そんなの聞いたら食べたくなる。友達に勧められたのがセブンのチョコ餅っていうなんか2個入りのやつがあるみたいで、100円か200円くらいの。セブンはね、美味しいって言ってた。セブンイレブンはね、唐揚げがうまいね。唐揚げ？そう、私が福岡に時に行ったセブンにそういうのがなかったんですよ。あの、なんかあったかいコーナーみたいな。ホットコーナーみたいな。ないんですよ。びっくりして、そういうのを試してみたかったのに、なかったな。東ミキサーさん、パーソナリティーだし。東ミキサーさん。あ、店員よね。店員っていうの。お、店員よ、漢字二文字の店員よ。羽田空港に。いや、平仮名ですよ。え、何屋さんですかこれ。天丼屋。食べたい。天丼大好き。東京はね、浅草にね、すごい天丼屋さんがあるんだよ。へー、有名なんですか。有名な。いいなぁ、食べて。こう、うわ、反り立ってる、エビ天が。へー、エビ天。エビ天が反り立ってるやつね、4、5本入ってる。うわー、もう私エビ天丼食べたいもん。それがね、確かね、3000円ぐらいだったかな。でも安い方なのかな、もしかしたらそのレベル。うわ、食べたい、エビ天丼食べたい。しいよね。でも牛角って言ってる。肉食いて。肉食いて。その、昨日の旅先って、まあ、泊まりでは何か食べたの、美味しいの。いや、特に普通にスーパーで惣菜買って。え、オーシャンズピザでピザ注文して、あ、ピザ持ってって、ホテルで。以上です。しかも私夜の11時ぐらい寝たから。みんなもうババアなんですよ、親友、私たちの嫁。普通にもう、あ、みんなは2時ぐらいまで起きてたみたいなんですけど、特に何もしてない。本当にただ一緒に集まって一緒に寝て起きたぐらい。はあ、そんな別に女子トークもないし、はあ、もう普通だ。本当にもう本当に22歳なのあなたたちっていうぐらいの多分過ごし方。そうだろうね。もうただゆっくりしてるだけですよ、みんな。別にこうなんかお酒飲んでわーみたいな。もう何も、私昨日飲んでないですし。泊まりだったのに。私水飲んでたから、水飲んで、今日のお昼にそのホテルのバイキング行ったぐらいかな。あーとのオーパーのアイス食べたぐらい。今また遊びに行ってます。もうくるっとだったんですけど、え、長いって言って。
ライカも行くよってライカも行っちゃった。サザンブリーズ火曜日でございますよ。はい、はい、メッセージいただいてますね、はい、今週の皆さんからいただきたいメッセージテーマ、旅先の話です、うん、旅の話です。お願いします。メッセージがマスオさん、はい、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。 しまった今日は美人の日だったっつって。ほう、今日そういう日なの。いやだから優子のことなんじゃないですか。いやー、うん、言わせるなよ俺に。いやそういうことなんじゃないですか。ありがとうございます。ガチでこの3月8日が8日って8日20日が美人の日っていう設定なのかなと。そういうことなんじゃないですか。そういう意味か。ありがとうございます、はい、イエーイ。ね、マスオさんがね、月曜日は歌の上手い人の日、うん、火曜日は美人の日、水曜日はお酒の好きな人の日って。他の日だっけ。まあ、確かに特徴は捉えてるかもしれないですね。すごいな。ありがとうございます。マスオさん、宜野湾を旅するなら FM 宜野湾へ。ありがとうございます。来てくださいよ。ね、無料で見れますもんね、ギャラリーで。本当ですよ。なんだったらもう勢いでゲストも出れますからね。ぜひ今お聞きの方、もしよろしければまたお越しくださいませ。遊びに来てください。メールでご紹介しましょうかね、はい、ゆうこりん、ハロチロンピー、ハロチロンピー、アズマックス、ハロチロンピー、エコザイル出すよ、うん、旅先じゃないけどいいかなって、うん、自分は配達で週1か多い時週3くらい北部の、ね、うん、配達行くわけさ。メインは名護、宜野座、女がメインだけど、うん、たまに元部な鬼人、大宜味、国頭まで行くさね。で少し時間ある時は海辺で三振を引く。わお、練習用のカンカラ三振だけどね、だけど気持ちいいよ。じゃあ後からね。すごい。いや本当にでも大宜味、国頭ところも、うん、綺麗なのよ。海がまた海が違いますよね。また違うのよね。いいですね、そんな場所で海辺で三振。いいんだ、またそこはもう周りがもう山だから。すごい。すごいもう自然のど真ん中だからいいんだよ、気持ちいいが。すごいかっこいい、なんか。あ、絵になるな。ねえ、めっちゃいい。なんか沖縄、うちなんちゅっていうのを本当に、ね、なんか自分で堪能しますもんね。海辺で三振でもいいな、ね、満喫してるな。かっこいい。皆さんまだまだメッセージお待ちしております、はい、待ってます。では続いて、こちらのコーナーいきましょう。FM 宜野湾では毎日面白い番組をいっぱい放送中。このコーナーでは FM 宜野湾のおすすめ番組や新番組、リスナープレゼントをご紹介します。今日はリスナープレゼントの当選者の発表です。はい、330沿い永田交差点を普天間向けに 100m 進んだところにあります鳥の丸焼きコケコッコハウスからリスナープレゼントの当選者発表ですね。はい、鳥の丸焼き1羽の1羽ですよ。はい、プレゼントの発表をします。まずは島袋みつるさん、はい、あやあやさん、前花あきのさん、うん、銀のトロンボーンさん、はい、浦添ののりさん、いち、うん、大輝さん、もう一度いきますね、はい、島袋みつるさん、あやあやさん、前花あきのさん、銀のトロンボーンさん、浦添ののりさん、いち、大輝さん、はい、見事当選しています。おめでとうございます。はい、この当選された方はですね、3月31日土曜日、うん、3月31日土曜日までに FM 宜野湾に引き換え券を取りに来てください。3月31日土曜日までです。お願いします。はい、この引き換え券を取りに来ていただいたら、あのコケコッコハウスさんに行って、はい、鳥の丸焼き1羽がプレゼントされますので、取りに来てください。お願いします。お願いします。はい、コケコッコハウスは火曜日から日曜日、お昼の11時から夜の8時まで営業しております。平日限定11時半からランチもやっているそうです。ただ売り切れ次第終了ということなので、うん、このね、平日限定のランチ狙う方は11時半からやってますので、早めに行ってゲットしてください。以上、 FM 宜野湾ニュースでした。
だんだん曇ってきましたね。これかのこ自分の声って気づかなかった。これかのこ？あ、気づかない。かわいい。いいな、あこもこんなかわいい声になりたい。全然かわいくないよこの声。久しぶりになった人に絶対ありますもん。どえどうしたのこれ。前よりハスキー感なんか。男っぽいよ。マーサイやなって言われる。いいな。だから西野カナさんとか歌えないですね。高くてああいう出し方ができないので。大黒摩季とかね。あ好きですね。合いそう。だから本当にスーパーフライさんとか、あやかさんとかが好き。ドリカムとか。サタンブリーズ火曜日ですございます、はい、皆さんのメッセージご紹介していきましょう、はい、まずはケンケンさん、はい、おありがとうございます、ありがとうございます。そして大塚健二さんもですね、ありがとうございます、来ましたね、こんばんは、こんばんは、ゆうこのツイキャス見て髪切られましたね、お気づきました、かわいいって、すごい、あの実はねちょっとだけ後ろも切ったんですよ、本当に毛先しか切ってなくて前髪がね多分思ったより短くなっちゃったので、うん、そこ見て分かってくれたのかもありがとうございます、ね、俺は分かってましたよ、本当ですか、さあ、で続いて嬉しい、マスオさん、マスオさんから、ゆうこの今日の服見てからかな、うん、もうちょっと春っぽい服着たらどうですかってこれね確かに今日の天気と同じような色してる私ねあれなんですよね、春服が一番苦手で、あそうやっぱあんまりこうなんていうのふわっとした女子系の服を着ないので、うん、結構ねこうボーイッシュなものが好きなんですよ、だからこういうもう黒とかグレーとかいっぱい持ってて、はいはい、ただねやっぱ女磨きもっと頑張ろうと思うので、はい、もうちょっと可愛く着ます、ね、じゃあで旅に行ったらおしゃれしますかってよ、あします、あその時はするんだ、あでそのまあ基本しますけど、うん、絶対私同じ組み合わせを着たくない人で、はあ、洋服を一回着た洋服の同じ組み合わせを全くしたくなくて、それはおしゃれさんですね、で例えばするにしても靴は絶対変えるとか髪型メイクは変えるっていう人なので、小物変えるとかをやりたいから、はい、女子だね、だから旅に行くときは絶対に被らないようにするし、うん、この今週末からの東京遠征の本 も、うん、もう持っていく服決めて、今もうメモで、うん、携帯のメモに9パターンぐらい全部違うだから例えば下4上4でも、うん、全部被らないような、うん、あれを作ってやるぐらい好きです、うん、すげえなーそれはこだわってますね、意外にこだわるんですよそこ、大塚健二さんが、はい、動物苦手と聞きましたと、はい、ゆうこさんがね、うん、そう先週の話でね、ぜで今度名護にミッキーマウスが来るそうです、まずはそこから慣れたらどうですかいいこと言うね、ネズミマウスから慣れます、いいこと言うね、そうですよ、今週名護に来るんですよ、そうなんですね、いいこと言うね、うん、ちょっとじゃあ慣れに行きたいけどね、東京に行っちゃってるからそうだよね、うん、本場の方が近いっていう、本場の方が近いです慣れを、皆
皆さんね、まだまだメールもいただいてますので、また後ほどご紹介したいと思います。はい、じゃあ続いてこちらのコーナーいきましょう。はい、新コーナーですよ。目指せユーコンプリート。今日もユーコンゲットだぜ。始まりました。今日も、ユーコゲットだぜのコーナーです。こちらのコーナーは私のトレーナー、私ユーコトレーナーについての、まあ、詳しいことをいろいろクイズに出して東さんに出題するんですけれども、よし、東トレーナーはそれを答えきれてユーコをゲットできるのかというコーナーになっております。今日こそユーコの情報ゲットするぜ。はい、まあね、前回から始まったコーナーで、東トレーナーは前回私ゲットできなかったんですよね。できずだぜ、ね、初回なのにゲットできなかったので出花くじかれたぜ。はい、今日はね、もうちょっと優しい問題を用意してきたつもりです。優しいね。はい、なので東トレーナー以外にもツイキャス見てる方、はい、ぜひ私のクイズに答えてもらってね、もしかしたら君が、うん、ね、今日私をゲットするかもしれないので、ユーコマスターになるか。はい、なるかもしれませんよ。なのでぜひ皆さん参加してください。よろしくお願いします。答えてください。はい、まあ私についての問題ということなので、うん、まあまだ2回目なので簡単なのを用意してきました。よし来い。はい、今日の問題はこちら。ベベン。ユーコトレーナーは何人兄弟でしょうか。さあ、出たこれ。これはもう分かりますよね。ちょっと待ってくれよ。聞いたことあります。俺は聞いたことある。おー、間違いなく聞いたことあるぜ。はい、いいですか皆さん、私は何番目、何番目じゃない、何人兄弟でしょうか。聞いたことあるぜ。何人兄弟、まあじゃあもし何番目って当てれる方がいたらそれも当ててもらって構いません。聞いたことあるぜ。1、2、3、よし、よし、来た、いくよ。はい、東トレーナーが答えるぜ。まあ答えるぜ、まず俺の答えいくぜ。うい、正解は4人兄弟。東トレーナーの答え、ペペー。あれ、しっかりしろよ、アズマトレーナー。今日もゲットしてくれよ。ああ、ゲットできずだ。4人じゃないよ。ああ、よし、じゃあ、しょうがない。今日は、この、リスナーの中から、そうだぜ。選ぶぜ。いけいけ。リスナーのポケモンから選ぶぜ。そうだ、新人トレーナーから選んでいこう。選っていくぜ。じゃあね、答えがでもこれ被ってるぜ。めっちゃ被ってるぜ。被ってるけど、じゃあ、2人の、今日は、君に決めた。と、太陽さんと青ソニカさん、ふっ、いくぞ。正解は3人。3人、太陽さんと青ソニカさんの答えはブブーみんな俺をゲットしてくれよマジか、すげえよ、マジか。答え発表していいか。もっと多かったか。みんないいか。発表してくれ。発表するからちゃんとメモに取るんだぞ。おー、重要だぞ。はい、私ゆうこトレーナーは5人兄弟です。出たー、すごいね、誰もいない。誰も、全くいない。全く5人って言ってる人いない。そして私5人兄弟の4番目です。あー、上3人か。そうか、上3人でした。1人います。上2人だと思ってたー。前言ったじゃないですか、ほら覚えてません？去年のあのミュージカルで、うん、やばい男性キャスト持ってほしいって、私弟ダンスやってますよって。そう、それは覚えてたのよ。で、弟がいるっていうのを覚えてて、で、お兄ちゃんが2人、うん、います、います。いるっていうことだけだったんだよね、はい、俺の中で。お姉ちゃんが一番多いです。お姉ちゃんがいるんだ。はい。5人ですよ、皆さん、私は。うん。今日もゲットできなかったか。ゲット。できる日は来るんだろうか。みんないいか、次の回も絶対私のことゲットしてくれよな。以上、目指せユーコンプリート。目指せユーコンプリート。今日もユーコンゲットだぜ。できなかったぜ。続いてのコーナー行くぜ。さあ、続いてのコーナーは展開天気道路交通情報ね、はい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 、お伝えしましょう。はい、以上、お願いします。はい、じゃあまずは天気からいきましょうね。はい、
はい、今日の夕方の天気は、雨ところにより夜の初め頃雷を伴い激しく降るということで、はい、まあ、宜野湾はまだ大丈夫そうなんですけど、場所によってはもしかしたら雷ゴロゴロなら、ゴロゴロなっちゃうかもしれません、はい、皆さん気をつけてください。そして明日の天気予報が、北西の風やや強く、後強く曇り、未明に雨ということです。でね、今日はまあ25度最高気温あったんですけれども、うん、明日の最高気温19度ということで、ちょっと寒いね、うん、6度も下がりますので、あのね、体調崩さないように皆さん暖かくして眠ってください、うん、はい、以上沖縄本島中部の天気でした。ありがとうございます。続いて道路交通情報です。まずは沖縄自動車道からいきます。はい、ういしょ、沖縄自動車道、はい、特に何もないです。お、スムーズに行けてますね。ただまあちょっと金と宜野座、そうですね、間に規制が入ってますので、はい、それぐらいです。安全運転でよろしくお願いします。はい、続きまして一般道行きたいと思います、うん、一般道宜野湾はどうでしょう。はい、今日もですね、大蛇名交差点から前原交差点に向けてが、渋滞発生してますね。で、公営の交差点から前原交差点に向けてもちょっとだけ渋滞発生してますので、皆さん前を見て安全運転でよろしくお願いします。あの後ろの人をびっくりさせないようにしてください ね、 ね、窓から体半分以上出して危ないですから ね、 バイバイしないでくださいね。はい、はい、以上道路交通情報でした。はい、よいしょブリーズ火曜日、この番組はあなたの笑顔が見たいから、町の小さな不動産屋株式会社徳松産業トクトクハウスの提供でお送りしました。売却のご相談、お見積もり無料、依頼があれば沖縄本島内どこへでも飛んでいきます。お問い合わせは 098-851-3291 098-851-3291 までどうぞ。さあ、サザンブリーズ、はい、火曜日そろそろお別れのエンディングの時間でございますけども、早いよ、早いね、うん、先ほどの、茶番のようなコーナー楽しいでしょみんな。いいね、新しいコーナーでね、うん、一気に汗がかく、ね、僕らもね、マスオさん、そんなこと言わないでください。東さんが結婚できない理由はそこだとちゃんと人の話聞いてない、覚えてないとこだとそうか、覚えておきます。そしたらね、結婚できる可能性がぐーっと上がるそうです。はい、ありがとうございますあとじゃあそうですね、メールもじゃあ1個来てるので、うん、ありがとうございます。ご紹介しましょうかね。ミッキーさん、はい、東京からミッキーです。先ほどセブンイレブンの話で盛り上がりましたが、うん、旅先でのコンビニの楽しみ方、うん、セブンイレブンに関わらず、うん、中華まん、おにぎりの具材、おでんがご当地のように違うので、うん、見たことない商品探すのが旅先楽しみです。なるほど、確かにそれは違う。その地域のだけっていうのもありますよね。あるあるある、ある。沖縄だったら手びちが入ってるとか、おでんに、そう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 、うん、確かに楽しいかもそれ。ねえ、全然違うもんね、場所によって、うん、見てみよう、私も行った時に、はい、ねえ、そんな東京に行くわけですね、はい、行きます。はい、いいですか、ちょっとお知らせして、まあ、東京遠征3月24日からスタートでに、ね、29日まで遠征があります、うん、ちょっとババッとお知らせしますね。お願いします。3月24日が新宿モーションというライブハウスでイベントがあります。そして3月25日が2本ありまして、うん、中野坂上駅から徒歩3分のところなんですけれども、うん、SUB 東京さんで、どちらとも、午前中の10時からと、16時15分お昼、あ、夕方か、4時15分からライブがありますので、ぜひ来てください。そして3月26日月曜日が青山の青山リズムでイベントがあります。開演が5時となります。で、ちょっと間が空きまして、3月29日木曜日が、渋谷デセオっていう会場で、渋谷ミュージックパワーボリューム35ということでイベントに出させていただきますので、ぜひ皆さん応援をよろしくお願いします。そしてですね、3月31日から福岡に行きまして、うん、この日福岡を中心に活動しているイグニッションさんとライブをさせていただきます。すごいね。はい、で、その次の日
4月の1日日曜日なんですけれども、今 OBP が TIFF2018 全国選抜九州沖縄ブロックという、まあ、大会にエントリーしてまして、うん、8月に東京で本戦があるんですよ、うん、TIFF2018 っていう、まあ、世界一大きいアイドルフェスって言われてるものですね。その8月にの本戦に出るためには九州沖縄ブロックで8グループ中1位になったらいけるんですね、うん、でまあ、この審査の方法が来場者投票ということなので、はいはい、直接ライブ会場に来てライブを見ていただいて投票券をあのチケットと一緒に渡されるので、それを入れて、1位を決めるというものがありますので、うん、ぜひ九州のにお住まいの方、聞いてる方でいらっしゃいましたら、4月1日日曜日ですね、お昼の2時ですね、はい、から、天神のビートステーションさんというライブハウスで行いますので、ぜひ来てください。よろしくお願いします。で、見に来れない方でもショールームという動画アプリがあるので、そちらの方で、当日生で配信します、うん、そこからも投票できますので、はい、ぜひぜひぜひ皆さん応援よろしくお願いします。お願いします、はい、ね、もう福岡もそうですし、まあ、東京の方もやつもありますから、はい、ね、まあ、東京、まあ、関東のリスナーさんもね、はい、またいらっしゃいますから、はい、ぜひぜひまたライブよかったら見に行ってください。はい、よろしくお願いします、ね、詳しくは、まあ、OBP とかのねツイッターとかかな、うん、そうですね、情報が細かく載ってますので、そちらもぜひ皆さんチェックしてみてくださいませ。お願いします。よろしくお願いします。ショールームの投票ができると、はい、当日ですね。いいね。それはみんなやっぱこのリスナーさん、火曜日のリスナーさんは頑張ってくれるんじゃないの、うん、ぜひよろしくお願いします本当に本当に今もう行きたいんです。8月の東京の本戦に出たいので、ね、ぜひもう日曜日なのでね、お仕事お休みの方もまあ多いのかなと思いますので、ぜひお願いします。ミッキーさんがもう一回グループ名をと言ってるので言いますね、はい、OBP 沖縄美少女プロジェクト、はい、OBP 沖縄美少女プロジェクトです。お願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでございまして、だから来週はね、はい、だから OBP の皆さんがちょっとお休みということで、そうなのです、おそらく僕また一人でお送りすると思います、はい、ファンの皆さんすいません来週はいません、申し訳ございません。いやでも来週も聞いてくださいね。お願いしますね。はい、明日は水曜日ですので、はい、ひーちゃんが登場しますので、そちらもお聞きください。この後も FM 宜野湾で皆さんお楽しみくださいませ、はい、ここまでのお相手は私東克明と OBP 沖縄美少女プロジェクトのゆうこでしたはい、それでは皆さんまた明日、さよなら。さよなら、バイバーイ。東京福岡頑張って、行ってきます。ありがとうございました。皆さん、ツイキャスの皆さんもありがとうございました。応援よろしくお願いします。じゃあ切ります。もう切っちゃっていいんですよね。いいよ。ありがとうございました。ありがとうございました。どうだかの銀の蛍さん紹介しなかったな、ごめんなさい。あ、ありがとうございます。見てます。よいしょ。いい、 OK、 ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。また後ほどお願いします。はい、東京お土産が簡単にあるので、あ、ありがとうございます。ぜひお待ちください。まずはそう、元気だな。そう、首からでいいや。お疲れ様です。また